こんにちは。心理カウンセラーの高森です。上司にパソコンをチェックされると打ち込む手が震えてしまいますという相談を受けることがあります。これは2つありますね。1つは実際に上司がプレッシャーをかけている場合、もう1つは自分で自分にプレッシャーをかけている場合。上司がかけてプレッシャーっていうのは確かにあることはあると思うんですよね。ただこれを何倍にも増幅するっていうことがあると、これが緊張、震えといったことになってきて、うまくいかない。そしてうまくいかないと、それをまた見られてプレッシャーがかかると感じて、ぐるぐる回って、全然頭も回らなくなるということも起きがちです。上司がかけるプレッシャーっていうのは、これは他人ですから、簡単には変えられないと思いますけど、自分で自分にかけるプレッシャーっていうところは減らしていくことができます。これは自分のある種の思い癖ですよね。ちゃんとやらなければいけないとか、変に見られてはいけないみたいな、そういった義務感的な思いっていうのが非常に強烈に動いている可能性がありますね。こういったものを少しずつ和らげていって、多少緊張したり上がったりはあると思いますけども、まあ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 そこそこやれるっていう感じになっていけるといいかなというふうに思います。このようなことをお知りになりたい方はカウンセラー高森で検索してみてください。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。